どうしようと思う気になります。皆さんもそうだったと思います。その時にやっぱり自粛ということで中止になったんですね。それからずっと DFS さんが募金だったりとかでこのコスメフロア全体の売り上げのうちの 10% を2日間ずっと募金していただいて、それからもまた財団法人を作りましてですね、できる限りのことをやっていただいてるんですね。一番重要なのはここ日焼けもそうだし、小じわもそうだし、あ、たるんだなっていうのも全部すべてそうなんですよ。皮膚もまずクレンジング、洗顔、保湿というこの3つをしっかりとやることが重要で、化粧水はただ単に手につけてコットにつけてパタパタって叩く程度じゃこれダメなんですよね。そんな時この鎖骨の部分をしっかりと開けることが重要なんですよ。ここをしっかりと1、2、1、2、1、2、1、2開けて、そしたらこの首のあたりからしっかりマッサージをしてまた下に戻る。そしたらいいです。今度は顎のここ顎関節のところはもうコリコリしてたら軽く揉みほぐしてありますよ。そしたらこちらも軽くこういうふうに自分でねコリコリするでしょ。そしたら今度は自分だったらこのルーを使ってしっかりとまたマッサージしてあげる。人の場合はI'm not afraid to die.